小富木誇りは語る誘拐今年の夏は近年にない暑さが続きましたが9月半ばになるとさすがに秋風が立ち始めて朝夕は薄ら寒いくらいの気候となりました我が少年科学探偵塚原敏夫君は 8月に胃腸を壊してからとかく健康がすぐれませんでしたが秋になってからはすっかり回復して元気すこぶる旺盛時々私に向かって「兄さん何かこうハラハラするような冒険はないかな腕がなってしようがない」と皮肉の単語を漏らすのでしたさあこればかりはどうもしようがないね人殺しや強盗など めったにない方が世の中は安全だからねそれはそうだけど僕にとっては安全な世の中なんて平凡でつまらない何か面白い事件でも起こってくれなければそれこそまた病気にかかりそうだおよそ1か月余りこれという大事件の依頼もなかったのでおく君の失望するのも無理はありませんだが 事件がないからといってこちらでこしらえるわけにはいかんまあじっと辛抱して待つよりほかはないね私はこう言って慰めるよりほかはありませんでしたある日の午後私たちがいつものような会話を繰り返していると表に自動車の止まる音がして次いで私たちの事務室のドアを激しくたたく人がありました いつも来客の時は私が迎えに出るのでしたがその日は敏夫君が飛び出してゆきました来訪者は四十格好の洋服を着て口ひげを生やした立派な紳士でした何か心配事があると見え顔色が青ざめて見えました敏夫君は丁寧に生じ入れて椅子を差し出し私を紹介してから静かに来位を訪ねました 私は本郷東方町に住む富田茂雄というものでしてバツバツ銀行の重役をいだしております。と言いながら名刺を出して年雄君に与え「昨日家内に心配事ができました」についてそのご相談に来ましたと品のある言葉遣いで紳士は語りました「心配事とはどんなことですか?」 としおくんは紳士の顔をじっと見つめながら尋ねました。今年7歳になる長男が何者にか誘拐されたのです。誘拐と聞くなり、敏夫君はちらっと私の顔を眺めました。その目には。兄さん待ち焦がれていた事件がいよいよやってきたよ。嬉しいじゃないか。という意味が。 明らかに現れておりました。しかし敏夫君は少しも顔色を変えないで「どうかその顛末をお話しください」と至って平静な言葉で申しました紳士は語りました「この事件のお話をする前に一応私の家庭の事情を簡単に申し上げます」。 昨日誘拐されました長男の豊は戦災との間にできた子でございまして豊の母は昨年の4月に病死しましたそれ以後私はずっと独り身で暮らしてきましたが故あって先日5歳を迎えたのです常子というのが5歳の名でして卑しい身分のものですけれどちょっとここではその身分を申しかれますが とにかく複雑な事情があって、つね子に面倒を見てもらうことになったのです。しかし、つね子は私やゆたかを非常に親切にしてくれますので、私は大変喜んでおりました。ところが、ゆたかはどういうものか、つね子を嫌って、あまり彼女のそばへは近寄りませんでした。それですから、ゆたかは、 私の家に古くから仕えている女中のおさきという老婆が一切世話をしておりました昨日おさきは豊を連れて近所の M 神社の境内へ遊びに行きました豊はたくさんの子どもに混じって秋の日を浴びながらうれしそうに遊び回っておりましたのでおさきは別に気にも留めず拝殿に腰をかけて ところがだんだん日が西に傾いたので家へ帰ろうと思って豊かを探したところ豊かの姿が見えませんびっくりして子どもたちに様子を尋ねると30分ばかり前に見知らぬおじさんが来て豊かを連れていったというので転ぶように家に駆けつけてみましたが もとより豊かのいるはずはありませんすなわち豊かは誘拐されてしまったのですここで紳士は一息ついて悲しそうな顔をしました敏夫君は化石したようにその話に聞き入りましたそこで家中大騒ぎになり妻は慌てて私の行き先を電話で探したのですが 会いに行く私は用事があってたけを訪問しておりましたので6時半ごろに家に着いて初めて事情を知ったのでしたで私は妻に向かって警察へ電話をかけたのかと聞きますと妻は「事件が事件ですから私の帰るのを待っていた」と申しましたそこで私は一刻も猶予ならぬと思い自ら電話室へ入ろうとしますと その時女中の一人がかけてきてたった今妙な男がこの手紙を投げ入れてゆきましたと申しましたはっと思ってその手紙を開いてみると果たしてそれは脅迫状でしたこう言って紳士はポケットからしわになった封書を取り出しましたそれは褐色の事務用の封筒でして 表面には何とも書いてありませんでした紳士は中からレターペーパーを取り出して開いて読みました「豊か君は一時預からせてもらう」「明晩十時に本郷区永町恵栖橋のたもとにある石垣の下から5つ目の石の右隣にある穴へ金3万円を紙に包んで入れておけ」 その代わりに豊君を返してやるもし警察へ告げたならば直ちに豊君の命をもらうからそう思え骨富田氏はさらに言葉を続けましたこの脅迫状を読んでも私は構わずに警察へ電話をかけようとしますとそばにいた妻が慌てて遮りました そして、豊ちゃんと3万円の金と買えるのなら安いものだ。警察へ告げてもしものことがあったらどうなさるあなたは豊ちゃんがかわいくはありませんかとしきりに申しますので、とにかく妻の言葉に従って警察へ告げることは見合わせました。そして私は不安の一夜を過ごしました。 が、どうも心が落ち着かぬのでこうして今こちらへご相談に来たのですこちらへおいでになることは奥さんもご承知ですかと敏夫君は尋ねましたいいえ妻がまた止めるといけないと思って来所できました昨日坊ちゃんを誘拐していったのはどんな男でしたか 子供たちの言うことですからよくわかりませんが、何でも鳥打帽をかぶって洋服を着た相当の年配の男だったそうです。この手紙を放り込んでいった男の人数はどんなでしたか女中の言うところによりますと、暗かったからよくわからぬが、まだ若い男だったということです。すると、坊ちゃんを誘拐した男と、 ほ放りこんでいったおとこはべつじんかもしれませんねたぶんべつじんでしょうおさきさんというおばあさんは信用のできるひとですかむろんしょうじきなおんなでながねんつかっていますからよくわかっておりますかわいそうにおさきはゆうべねずにしんぱいしておりましたとしおくんはきょうはくじょうをとりあげて そこに書かれている文句を見つめました。この筆跡はわざと技術が使ってありますが、これに見覚えはありませんか？ありません。今までこうした脅迫状を受け取られたことはありますか？ありません。敏夫君はしばらく黙って考えておりましたが、やがて重々しく言いました。あなたは？ っちゃんの命が助かるなら3万円出してもよろしいですか無論ですけれど3万円出しても果たして豊かは帰ってくるでしょうか金さえ渡せば返してくれると思いますですから今晩までに3万円を現金でこしらえておいてください今晩9時にお宅へ伺ってその金を受け取り僕が指定の穴のところまで持って行きます そして、坊ちゃんを連れ戻してきます富田氏は敏夫君のこの自信のある言葉を聞いて安心したような顔をして再会を期しつつ出て行きました敏夫君本当に君豊さんを取り戻せると思うかいと紳士が去ってから私は不安げに尋ねましたわからぬよえ だって君今いかにも取り戻せるように言ったじゃないかそりゃ君お父さんを安心させるためさで君は3万円をもって圧巻に相手になりに行くつもりかそうよ兄さんと一緒なら何でもないさすると君はその圧巻を見逃してやるつもりかいいや捕まえてやる どうやって。3万円渡しておいて安心させてから捕まえるんだもうその計画は立っているかいいやまだこれから晩までに考えるんだそれから敏夫君は夕方まで実験室へ入って何事をか考えておりました夕食を済ますと間もなく意外にも富田家の自動車が私たちを迎えに行きました んから時間を変更してきましたからこれからすぐ来てくださるようにと主人から命令がありましたと運転手は語りました私たちは早速用意をしました町へ出るなり気の早い敏夫君は自動車に飛び乗りました私は56歩後から従いましたすると意外にも、 自動車は敏夫君が乗るなりすぐ駆け出そうとしましたので私は大声を上げて「まだまだ!」と叫んで追いかけようとしましたとその時遅く私は後頭部に激しい一撃を受けてそのまま気絶してしまいました偽電話 それから幾幾分間間あるいは幾時間人事不正に陥っていたのかもとより私は存じません私たちの町は人通りが少ないのと街灯の数が少ないために暗いのとでたとえ私が街上に横たわっていてもつまずきでもしない限りは通行人が発見するに困難だったろうと思いますとにかく私は寒さのために 誰にも呼び起こさらずに一人でに目をあいて小気付きました。小気づくと同時に何事が起こったのかすぐはっきりわかりました。すなわち年寄君が無残にも私の手からもぎ取られたことに気づいたのです。私は起き上がってあたりを見回しましたが、もとよりその辺に年寄君を乗せていった自動車はおりません。また私は。 さっきとっさの場合であったので自動車の番号を見もせず従ってあの自動車を探す手がかりは何一つありませんでしたもし雨降りあげくであればわだちの跡をつけることもできますけれどあいにく地面が乾いていて街灯の光で透かしてみても自動車のわだちをはっきり見つけることはできませんでしたしかたがないので 私は土を払って私たちの実験室へ引き返しました時計を見るとわずかに30分間人事不正に陥っていたことがわかりました私は利尾君が見知らぬ自動車で連れて行かれたことを本宅の利尾君のご両親に告げようかとも思いましたがいたずらにご両親を心配させるのもお気の毒であるしそれにさっきの自動車は 本郷の富田氏邸から迎えに派遣されたと言ってきたからもしや本当に富田氏の指図で来たのかもしれぬと思って一応富田氏へ電話をかけて尋ねることにいたしました電話をかけると富田氏自身が電話口に現れました私がこちらへ自動車を迎えによこしてくださいましたかと聞くと案のごとくそんなことは知らないとのことでしたそこで、 私がさっきから経験した事情を話すと富田氏は驚いてさらに一層機械なことを物語りましたそれは何であるかといいますに富田氏のところへつい今しがた敏夫君から電話がかかって「恐れ入りますが奥様に三万円の金を持って事務所へ来てもらってくれ計画を変更したから」とのことだったので 家内をすぐさまそちらへ自動車で送らせてやりましたとのことでした私はびっくりしました私たちの出かける前に年男君はそんな電話をかけはしなかったし私の人事不正中に帰ってきて電話をかけるはずはなしことによると自動車に乗せられていった先から電話をかけたかもしれぬがそれならば 富田夫人に事務所へ金を持ってきてくれというはずはないからでありますそこで私が私のこの考えを話すと富田氏も大いに驚き電話では十分話ができないからこれから一度お伺いするもし家内が金を持ってそちらをお尋ねしたら私の行くまで引き止めておいてくれと言って電話を切りました私はまるで狐に化かされたような気がしました 夢ではないいかとも思いました殴られた後頭部がいまだにシクシクしてともすれば心が暗くなると同時にじっとしては折れぬような焦燥を感じました敏夫君は今頃どうしているだろうか果たして無事でいるだろうかもしや苦しい目に遭ってはいないだろうか敏夫君は大人も及ばぬ賢い子であるから 何分腕力の強い連中にあってはかなう道理がなくその腕力に抵抗すべき役目を持った私がこうして無理に敏夫君から引き離されてしまったのであるから敏夫君は今頃寂しい思いをしているだろう」。こう思うと私は思わず立ち上がって部屋の中をあちらこちら歩いて。 いかなる方法を講ずべきかをいろいろと考えましたこんな時敏夫君がいたらうまいことを考えてくれるだろうにその肝心の敏夫君がいないのであるから私も面食らわざるをえませんでしたいっそ警視庁へ電話をかけて小田さんの講演を仰ごうかとも思いましたがゲンコツ団が富田氏へ送った脅迫状のことも思い出され富田氏の来られるまで待とうと決心しました 富田氏邸を先に出られた夫人がもう来られてもよかりそうであるのに来られないのはやはり悪漢たちのために誘拐されたのであろう玄骨団は富田氏の坊っちゃんを誘拐し敏夫君を誘拐しついで富田夫人を誘拐したのであるこう考えると私は玄骨団の行動が憎らしくてなりませんでした と言って私はどうにもしようがありませんむなしく接し役んするよりほかはありませんでしたほどなく自動車の音が聞こえたのでもしや私は富田夫人が来られたのではないかと外へ出てみますとやっぱりそれは富田氏自身でありました市は心配そうな顔つきをして「家内は来ませんでしたか?」と尋ねました おいでになりません。ああするとやっぱり悪漢たちの計略にかかったのですが豊かを連れてゆかれた上に3万円の金まで取られて私は一体どうなるでしょう私は富田氏のこの言葉を聞いて何と言って慰めてよいかに迷いましたしかし 私も敏夫君を失った悲しさは同じです。私はぐずぐずしていられないと思いましたから。さっき敏夫君から電話がかかったとおっしゃいましたが。確かにそれは敏夫君の声でしたか。と尋ねました。実は電話には家内が出たのでした。それから私は。私の遭難の顛末を物語。富田氏も。 夫人の出て行かれるまでの詳しい事情を語りました夫人を乗せて行った自動車は分かりましょうねと私は尋ねました無論わかります近所のタクシー会社から雇ったのですからそれでは今お宅へ電話をかけてくださってそのタクシーが夫人をどこまで乗せて行ってどういう目に遭ったか聞いてもらってください富田氏は、 富田氏は自宅へ電話をかけて女中を呼び出し、用事を告げました。富田氏が女中に尋ねられたところによると、夫人はまだ帰宅はされないとのことでした。いよいよこれは捨てておくべき事件ではないと思って、私は富田氏と警察の援助をこうてはどうだろうかと相談しました。富田氏は原骨団の脅迫状の文句を恐れてはじめは少し躊躇しましたが、 肝心の敏夫君がおらなくなりましたのでついに私の提言に賛成しました私が警視庁へ電話をかけると都合よく敏夫君のいわゆる P のおじさんすなわち織田刑事が宿直で電話口へ出てくれました私が今朝からの一部始終を簡単に話すと織田さんは「それは大変だ」「敏夫君が誘拐されたと聞いては一刻も捨てておけない」 電話では十分事情を聞くことができるからこれから宿直の代理を頼んですぐさまそちらへ出かけるといううれしい返事をしてくれました私はなんとなく急に元気が出たように思いました小田さんさえ来てくれれば警視庁の巡査はいくにでも借りることができるしもし悪感のありかさえわかれば立ちどころに捕獲することができるではないかしかし しかし、悪感のありかは。私はそれを考えて、顔を曇らさざるをえませんでした。たとえ小田さんが来られたとて、おそらく、悪感のありかを知ることはできないではないか。こう考えているとき、電話のベルが鳴りましたので、はっと思って受話器を耳に当てると、それは富田支邸の女中で、私が用向きを聞くと、 婦人を乗せて行ったタクシーの運転手を調べたところ夫人は須田町の交差点で急に用事ができたからとておおりになりそのまま運転手に帰ってよいとおっしゃったとのことでしたというのです私たちは顔を見合わせました富田氏は不審そうな顔つきをしてすると家内は別に誘拐されたわけでもありませんねはて おかしいぞ。と言って考え込みました私も同じように夫人の行動を変に思いました夫人は「敏夫君から電話がかかったと言って3万円を持ち出しておきながら途中で自動車を降りてしかも私たちの事務所へ来られるのは一体どうしたことであろう」こう考え始めるとその時警視庁の小田さんが「 息を弾ませ私たて,訪ねてきました私はとりあえずたりのをもかそばらっちの話をじっと聞いていた小田さんは何を思ったか時計を出してみました9時15分か。 剣骨団は今晩の10時に本郷バツバツ橋のそばへ金を持ってこいと言ったのだねそれではとにかく念のために部下の者を派遣してバツバツ橋付近の様子を見に行かせようこう言って小田さんは警視庁へ電話をかけ2名の部下にバツバツ橋まで行って何か怪しいことはないか見てくるように命令しましたそれから私たちは3人して どうしたならば原骨壇の連中を逮捕できるだろうかについて相談しました小田さんも明暗が浮かばないと見えて長い間腕をこまないて目をつぶって考えましたすると10時5分過ぎに電話のベルが激しくなりましたバツバツ橋へ行った巡査からの報告だったので小田さんが出ましたそのの時、小田さんの言葉が、 どんなに私たちをびっくりさせたかは皆さんもお聞きになればわかります何敏夫君と豊君とが猿靴輪をはめられて松の木に縛られていたって2人とも命に別条はないそりゃあ結構だすぐ自動車に乗せて一緒にこちらへ連れてきてくれたまえ 敏夫君と豊さんが自動車で送られてくると知って私たちはどんなに待ったことかそれは皆さんにも想像ができることと思いますことに富田さんは最愛の一人息子がとにもかくにも無事で圧巻の手から返されたと聞いて限りなく喜ばれました私も敏夫君と会えるのですからじっとしてはおれず部屋の中を歩き回りました 田刑事も私たち2人の喜ぶ姿を見てニコニコしておられましたやがて待ち遠しい時間もついに過ぎて表に自動車の止まる音が聞こえました私たち3人は言い合わせたように走り出しましたそれから富田さんは豊さんを抱き上げ私は敏夫君の手を取りました兄さん豊さんは賢いよ ちっっともなかなかったかたら敏夫君はこう言って取り乱した様子もせず富田さんにおじぎをし更に言葉を続けました「兄さん本当に心配かけたね」「P のおじさんどうもありがとう」「いやびっくりしたよ」と私たちがあまりのうれしさにものの言えないことを察して小田さんが言いましたでも よく圧巻たちは君ら二人を無事で返したね彼らは金さえ取ればそれで目的を達したわけですから僕ら二人には用がなくなったのですけれどと言って敏夫君はさらに語気を強めて言いました圧巻たちはもう僕に用がなくなったかもしれぬが僕はこれから彼らに用があるのですえっ たししはびっくりして言いましたでは君は悪漢を逮捕するつもりかもちろんさだからグズグズしてはいられないさあ皆さんとにかく事務室へ来てくださいこう言って敏夫君が真っ先にうちの中に入りましたので私たち3人と敏夫君たちを送ってきた小田さんの部下の警官2人とは続いて事務室の中へ入りました 私が中へ入るなり敏夫君は言いました「兄さん早速顕微鏡の用意をしてくれ」「向こうで取ってきたホコリを検査したいから」私は大急ぎで用意しました皆さんと話しながら検査したいからこの机の上へ持ってきて電球を取り替えて検査のできるようにしてくれないかやがて用意ができると敏夫君は」 ポケットからしわになった紙包みを取り出し、その中のホコリを耳かきですくって、大仏ガラスの上にのせ、顕微鏡で覗きました。いろいろなものがある。こう言ってしばらくの間、年尾君は熱心に検査しておりましたが、ほどなく顔を上げると、その顔には満足の色が浮かんでおりました。さて皆さん、これから僕が 今晩どんな目にあったかをお話ししましょう」と別に疲れた様子も見せず敏夫君は語りだしましたその時豊さんはお父さんの膝に抱かれて大きい目をパッチリと開いておとなしくしておりました僕が富田さんからのお迎えだという自動車に飛び乗るなり自動車が動きだしたのでハッと思った途端中にいた男が僕に猿ぐつわをかけ しししをしました。僕はその時これは多分悪漢たちが僕の邪魔するのを恐れて彼らの住みかに連れて行くに違いないと思ったのでよしそれならば必ず彼らの住みかを見つけ彼らを一網打尽にしてやろうと決心しましたしかし彼らもなかなか狡猾で僕にその住みかの位置を見つけられないようにと思ったのか用もない道をぐるぐる回ったらしく およそ1時間も過ぎたと思うころ自動車が止まりました目隠しされているのでもとよりどこをどう通ったか分かりませんまた自動車の到着したところがどんな風な場所か分かりませんでした僕は彼らの一人に背負われてその住処に連れ込まれやがて2階の一室に入れられて初めて猿つわと目隠し等を外されました見るとその部屋の隅に りの子供がうずくままっておりました。僕はそれが豊さんに違いないと思ったので「豊ちゃん」と呼ぶとその子は軽くうなずきました僕はそのかわいそうな姿を見て「豊ちゃんもう心配しないでもよいよ僕がついているから大丈夫だよ」と言いましたすると僕を連れてきた男は「おいおい 子どものくせに名前を言うな」と申しました。見るとそれは四重ばかりの明る顔の男で口ひげを生やしておりました。僕は黙ってにやにや笑っていました。するとその男は金さえ手に入れば貴様たちは返してやるけれど、もし金が手に入らなければいつまでも取っ手にしておくからそう思え。 と申しましまた僕はしかし黙ってどうしたならば彼らの裏を書いてやることができるかとしきりに考えましたするとその男は「ジタバタすると承知しないぞ」と言いおいて下へ行き他の男と何やら語っておりましたそこで僕はまず部屋の中を見回しました部屋は六畳敷で床の間がついておりましたけれど 畳は薄黒く古びてほこりがいっぱいたまり汚い伝統が寂しくともっておりました僕はそこでそっと雨戸に近寄って節穴から表を見るとはるか向こうに寺の屋根が見え目のまん前に寺の門が見えましたそのほかには何も見えなかったので再び部屋の中に座ると突然近くに汽車の通る音が聞こえました で僕はそのの家が鉄道の付近にあることを知りましたしかしそれだけでは市中か郊外か分かりませんでしたそこで僕はじっと考えふといいことを思いつきましたそれはもし畳の上のほこりを集めてその中に何があるかを調べたなら付近にどんな工場があるかわかるだろうと思ったのです 東京の家のほこりは大抵付近の工場から来るものです僕は手早くノートブックの紙を破り畳の上のほこりをできるだけたくさん手で集めて包みましたそれからおよそ何時間たったかよく分かりませんでしたが一人の客がその圧巻たちの住処に入ってきました話し声を聞くとどうやらそれは女らしく しばらくするとその声の持ち主がはしご段を登ってきましたそうしてその人がふすまを開くなり豊さんは「あお母さん」と言ってそばに駆け寄ろうとしましたこの敏く君の言葉をきくなり富田さんは思わず立ち上がろうとしましたええ、それではあの妻の常子が 豊か本当かと言って膝の上の豊かさんに尋ねました豊かさんはただ黙ってうなずくだけでしたそうですまさしく豊かさんのお母さんでしたそして今度のことはお母さんと僕を背負って連れてきた男とが主になってあなたから3万円の金を奪って神戸まで高飛びし それから市内でも渡る計画らしかったのですそうとはちっとも気がつかなかった豊かカ堪忍してくれお父さんが二度目のお母さんを家へ入れたのが悪かったこう言って富田さんはそれからどうしましたと敏夫君に尋ねましたそれからお母さんは豊タさんに向かって お前がいつもお母さんをらううううからこういう目にうのだよ。お母さんはこれからよそのおじさんと一緒にいいところへ行くよ。ここにお父さんのおばかさんからたんまりとってきたお金があるからね。と言いながら懐をたたきました。僕はあまりに尺に触ったからいきなり豊さんのそばへ駆け寄り豊さんを抱き上げてお母さんに押しつけ。 いいあげなさいと言いました。するとお母さんはいよいよ怒って僕らをはねのけながら「おいおいもうこんな子どもたちに用はないからエスバシまで連れていって捨ててきておくれ」と下の男に申しましたやがて僕らは猿ぐつわをかまされ目隠しをされて再び自動車に乗せられエスバシで降ろされましたそうして、 松の木に縛られ、幸い皆さんに見つけられたわけです。ここまで語って、年寄君は一息つきました。みんな片頭を飲んで聞いていましたが、その時小田さんが言いました。それじゃあ今頃は悪漢たちは逃げてしまっただろう。いいえ大丈夫、逃げはしません。これから皆さんと一緒に逮捕に行きたいと思うんです。 どうして逃げないとわかるね。敏夫君は黙って内ポケットから風呂敷包みを出し富田さんのほうへ差し出し中を見てくださいと言いました富田さんは豊さんを下へ下ろして包みを開きましたがそれと同時にあっ妻が持っていった3万円だと叫びました そうです。それからこれを見てください。と言って汽車の二等切符を4枚ポケットから出して小田さんに渡しました神戸行きかなるほどだがどうして君は3万円を取り返したと小田さんは尋ねました豊さんを抱き上げお母さんに押しつけて怒らせた時僕は 僕はこれでもすりの研究をしたことがあります今まで一度も応用したことはなかったですが棒に報いるには棒を持ってすべきだと思い今夜初めて役に立たせましたで君はどうして彼らのすみかを知るつもりかと小田さんは敏夫君の機敏を褒めてから尋ねました。 おく君は再び顕微鏡をのぞいて言いました向こうの家のほこりの中に小麦粉とカルシウムと粘土すなわちセメントの粉とが混じっているのですですから製粉会社とセメント会社が近くにあってしかも鉄道が通っているところですたぶんそれだけであなたたちにはわかるはずですすると小田さんの部下の一人はそれなら にっぽりです。と、げんかに答えました。では、にっぽりのお寺を探せばよい。と、お夫君は、得意げに言いましたそれからどんなことが行われたかは、皆さんにもほぼ想像がつくと思いますから、詳しくは申しません。豊さんのお母さんはじめ、3人の圧巻は、小田さんたちの手で、 難なく捉らえられてしまいました。